例年より早い3月10日、水曜日に開幕を迎える2024年のスーパーフォーミュラ、そのレースとテストの全日程が公式 SNS で発表された。ギャラリー、F1 史上最も醜い、2014年の F1 マシン全社今年のスーパーフォーミュラは、昨年同様に7大会9レースのフォーマット。3月に鈴鹿サーキットで開幕を迎え、オートポリス、スポーツランドスゴー、富士スピードウェイ、 モビリ,ティリゾート茂木を転戦した後10月に富士11月に鈴鹿で2レース制の大会を実施して閉幕となるこれらの日程はすでに昨年の段階からアナウンスされている今回新たに発表されたのは公式テストの日程昨年はプレシーズンテストを減らす代わりにインシーズンテストを設けたスーパーフォーミュラだったが今年もその流れを踏襲し開幕前シーズン中 そしてシーズン終了後の3回にわたってテストを実施するまず最初のテストは、鈴鹿サーキットで行われるプレシーズンテスト。開幕の約2週間前、2月21日、水曜日と22日、木曜日にかけて実施される。そしてインシーズンテストの舞台は昨年同様に富士で、7月5日、金曜日、6日、土曜日の実施となる。 そして合同テストとルーキードライバーテストを兼ねる恒例のオフシーズンテストは12月11日、水曜日、13日、金曜日の3日間にかけて鈴鹿で行われる。このようなシーズン中にテストを実施するというフォーマットに関してはテスト機会が限られたスーパーフォーミュラにおいてシーズン中に得たデータや材料を生かしてテストができる貴重な機会だということで。 関係者からも概ね好意的な声が上が上っていたまた昨年のドコモチームダンデライオンレーシングのようにフジテストでのトライ紙を結んで後半戦の躍進につなげたケースもあったためこのテストは熾烈なシーズンにおける一つのスパイスとなるかもしれないなおスーパーフォーミュラ開幕戦の観戦チケットは2月4日日曜日から発売されるという。